今月18日に新登場したのがこちらのサブレ。サブレ缶専門ブランドラクダ菓子店の商品です。可愛らしいラクダ型のものをはじめ、県産の抹茶やほうじ茶を使ったサブレなど、すべて手作りの5種類が詰め合わせになっています。サブレの意味がですね、砂で覆われたであったり、砂のサクサクとした食感が語源となっていると言われております。このサブレの意味と悟り先をつなげられたら、いいギフトであったりお土産になるのではないかなというふうに思いまして。手掛けたのは鳥取砂丘の目の前でプリンやかき氷の専門店を運営している会社です。そして缶のパッケージデザインは鳥取市出身のイラストレーター伊吹遥さんが担当。砂丘の雄大さを表現しています。つまり鳥取砂丘をテーマにアーティストとのコラボ菓子というわけです。長くお客様に使っていただけるような缶をパッケージを作りたいなというふうに思いまして、アーティストの方とコラボさせていただきました。しかも販売収益の一部はそのアーティストに還元される仕組みになっていて、地元の人材と素材を活用することで地域を盛り上げ続ける仕組みを作るのが狙いの一つです。鳥取砂丘の思いであったり、そういう鳥取の良さを話せるような、商品になってほしいなというふうに思ってます。ラクダ菓子店では今後も様々なアーティストとコラボするとしていて、来月には新商品を発売する予定です。